一般的な肉まんダンボール肉まんは中華人民共和国北京市で製造販売されていたと2007年7月頃に報道された肉まんである。ダンボール2007年7月12日付の中国の新聞各市が北京市の露店で肉まんの材料に本来使われるひき肉とともにダンボールを混入させた偽装肉まんが発売されたと報道。 これは、使われなくなった段ボールを火星ソーダに浸した水で、脱色して紙をボロボロにし、それとひき肉を6、4の割合で混ぜ合わせたとされている。しかも、豚肉の香料を加えて、本物と見分けがつかないように製造されたと報じた。この報道の発端は、地元の北京テレビの情報番組、透明度で7月8日に報道された、潜入取材だった。経営者が、 本物の肉まんの数分の一程度のコストで製造でき、1日宣言の儲けを得たと説明。また、地元当局の調査によると、この露店は無許可営業をしていた。その後、北京市内の露店を抜き打ち調査したところ、他の露店ではそれらしいものが発売されているところがなく、また、問題の露店の経営者は逃亡したという報道がなされた。7月18日、 中国のウェブサイト、千龍毛で、このダンボール肉まんは、北京テレビのスタッフが、出稼ぎ労働者らに金を払い作るように指示を出した、いわゆるやらせ撮影であったと、同テレビ局関係者が主張し、謝罪した。その後7月20日、北京市内の当局は、やらせを行ったとされた臨時スタッフを司法処分とする、ほか、 その番組に携わった3人の責任者に対しても、免職等の処分を行った。8月12日、偽造肉まんビデオを作成して、テレビ局に持ち込んだ臨時スタッフの被告に対し、北京市第二中級人民法院が、懲役1年と罰金宣言の有罪判決を言い渡した。しかし、捜査過程で市民から、 餃子に紙が入っていたなどという通報も相次いでおり中国側のやらせであったという報道が事実を隠すための虚偽報道ではないかとする見方もある疑惑の原因は事件のあった建物を即刻立ち入り禁止にしてから海外メディアに満足な取材もさせないうちに取り壊すという行為にもあるまた新華社殿によれば現地の市民も 同様の疑いを持っているという。なお、報じた一局である NHK はいまだに、訂正報道をしておらず、仮に劣像が真実であった場合、BPO の放送倫理検証委員会で問題になる可能性がある。日本テレビ系列で放送されていた、バラエティ番組、おじさんず11に、お笑いコンビキリンの田村博士が出演した際、彼の段ボールを食べて、 空腹を紛らわしていたというエピソードを聞いたフリーアナウンサーの鈴木志郎が終戦後間もない頃に一度段ボールが入った肉まんを食べたことがあったと告白した東京都内の食品会社がこの事件をパロディに秋葉原に半年限定で出店した店舗で段ボール肉まんを売り出した販売員は東側諸国風の軍服をアレンジしたものを着用しているただし ダンボールは具材として使用せず、箱材として使用している。食品会社の広報担当者は、食品偽装事件が相次ぐ中で、当社なりに偽装という問題についてメッセージを発しようと考えたとの趣旨のコメントを行った。探偵ファイルなど、サブカル系統のライターなどが実際にダンボール肉まんを作る再現実験を行ったりしたが、 本物特別がつかないレベルのものはできなかった。7月13日に日本テレビ系情報番組スッキリにて料理研究家を交えて実際に段ボール肉まんを調理し司会の加藤浩二が試食した。仮に真実だった場合化学薬品に詳しい専門家は火星ソーダに関しては浸した後一度煮込んでいるようなのでそれほど心配はない。 しかし、油性インクや塗料などは煮込んだとしても残留の可能性があるのではないかと語っている。一部でアルバイトと報道されたが、中国のテレビ局では中国共産党によるメディア管理のための取材許可証交付の都合上、ほとんどのスタッフが臨時雇いとなっている。当該記者もベテランであり、アルバイトではない。参照、集計、中国の危ない食品。 中国食品安全現状調査 ISBN 47億9421万6386ンボール肉まんで懲役1年イコール TV 局アルバイトに有罪判決中国時事通信今日のコラム自称北国新聞2007年7月20日またスーパーモーニングは嘘を放送するわけはないと話す現地の人がいると報じた 中国国民は、やらせと思っていないイコールダンボール入り肉まん事件、新華社、時事通信、2007年7月22日、NHK、ダンボール肉まん食べた報道訂正せず、毎日新聞、ダンボール肉まんが、販売開始。店頭には、麻生太郎氏の名前が、a s キー j p ゲームホビー2007年12月12日、ダンボールに、肉まん。 食品偽装パロディーか日刊スポーツ探偵ファイル、スパイ日記、中国名産、ダンボール入り肉まんを食う、大墨優。ありがとうございます。